はい、こんにちは、ルキです。今回はですね、ちょっと久しぶりの投稿になるんですけれども、最近ですね、僕が意識していることといいますか、お話をしていきたいなと思いました。最近ですね、作業ももちろんやってるんですけれども、カメラ転売もちょこちょこやってますし、コンサルの方もやらせていただいてますし、新しいことですね、今取り組んでることも、やってるんですけれども、こうして情報発信なんかもしてますしね、いろいろやってるんですけれども、ここ数日、1週間ぐらいですかね、ちょっと、あるマインドのお話というか、マインドの勉強をし始めてですね、ちょっと新たな気づきがありまして、で、そのマインドのお話をね、勉強していて非常に思ったのがですね、やっぱりですね、何をやるにしても最初のマインドセットっていうのが一番重要なんじゃないかなっていうふうにね、最近感じるようになりましたね。いろんな情報がやっぱりこう世の中溢れ返っていて、もうすべてがですね、情報でできているわけなんですよね。耳で聞く情報、人が喋っていることを聞くことも情報の一つですし、目から入ってくるものもすべて、情報なんですけれども、そういった情報の中に僕たちは生きていて、で、常にですね、その情報に影響を受けて、動いていたりとかするわけなんですよね。情報自体も、いい情報、悪い情報っていう概念ってそもそも、ないんですけれども、僕たちがこう生きていてですね、例えば、お金持ちになるとか、健康体になるとか、そういったいろいろな、方法が、ノウハウとかがね、あると思うんですけど、そういう状態に持っていくために、最短でいける情報っていうのがね、いい情報というふうに定義するとすれば、そういった、いい情報っていうのも、やっぱりね、無限とある情報の中から自分で選んでいかなければならないわけなんですよね。で、その情報の、選び方っていうのも、僕が今、勉強しているマインドのお話でいくとね、実はですね、自分自身のマインドセットがしっかりしてればですね、いい情報っていうのはどん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 ね、自分のところにやってくると言いますか、気づいていくというようなことが、分かってきたんですね。ちょっとね、抽象的な言い方ですごく申し訳ないんですけれども、僕もまだちょっと勉強し始めたばっかりなんで、具体的にね、はっきりとしたことがちょっとまだ言えないと言いますか。ただね、もう確信に変わってきているっていうところは、やっぱり自分自身の、中身ですよね。中身がしっかり01に来ていないと、見ているものすべてが、狂ってきてしまうというか、ちゃんとしたね、情報をキャッチすることができなくなってしまうということが、言えると思うんですね。要はいろいろなデータがね、蓄積されてるわけなんですよね。僕たちの、今まで見てきたものとか聞いてきたもの、そういった全ての情報データっていうのが自分の記憶の中に、インプットされてしまってるんで、そういったものを、ゼロにしないと、もうどん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 ね、ノイズが入ってきてしまって、いい情報っていうのが見つかりづらくなってしまうということですね。ゼロスタートの状態で、例えばお金を稼ぐ方法でも、最短のものをですね、見つけたときに、実際にそれにトライしてみるとですね、やっぱりすんなりね、行動することもできますし、結果っていうのも、それなりに最短で出てくるということですね。で、一番問題なのは、そのいろいろな過去の、情報データに、脳が侵されてしまっていて、例えば何か一つの行動を起こそうとしてもですね、その、昔の情報が邪魔してきてですね、ノイズとなって現れて、結局行動しないっていうような、現象を起こしてしまうと。パソコンで言えばですね、たくさんのですね、ブラウザーとかね、アプリを動かしたりとか、ページをバンバン開いた状態にしていて、それでね、また新しいことを検索しようと思っても、なかなかパソコンって動いてくれますよね。要はそういう状況に脳がね、
自分自身がなってしまっているとですね、なかなかうまく作業ができないっていうような状況が起きてしまうんで、それをね、まずゼロにするということがすごく重要になってくるんですよね。で、最近、それをやりだしてからですね、実は、表面上のね、行動ですね、今まで僕がしてきた行動レベルっていうのがね、100だとすると、今本当に50ぐらいとか、もうちょっと下に落としてですね、それででも、マインドの勉強というかね、自分の在り方について勉強していくことがすごく重要なことだなというふうに思いましたね。で、実際にですね、僕がコンサルさせていただいている方でもですね、そういう話をさせていただいたりとかね、するんですけれども、やっぱりそういった情報ノイズが少ない方っていうのはね、すんなりと、お伝えしたことがね、スーッとね、本当にスポンジのように入っていって、やっぱり結果的に、行動とか実際にやってることとかを見ていると、僕がお伝えした通りね、本当に 100% に近い状態のことをやっていただいて、やっぱりそうすると結果も同時についていっていると。で、お話を聞いてると、やっぱり、行動するときにですね、無駄な、記憶、無駄な、ノイズが入ってこないと、すんなり行動ができるようになってきたっていうふうにおっしゃって、くださってます。なので、例えばね、僕が 100% ね、僕の真似をしてくださいというふうにお伝えしたとしてもですね、やっぱり 100% できる方と、ちょっとこうオリジナルが入っていく方っていうふうに分かれるんですけれども、もちろんどっちもね、いい悪いっていう概念はないんですけれども、もちろん自分のやり方でね、バーンと稼いじゃう方であればね、全くそれが正解なわけで、ビジネスをやっている以上ね、数字を上げていくことがね、重要なんで、それはそれでね、全然 OK なんですよね。ただ、やっぱりね、結果は出てるけども、思い通りにね、その方、その方によってね、満足度があると思いますんで、なかなかちょっと、自分が思ってるほどね、なかなかね、思ったようにこう数字が伸びていかないとかっていう方も当然いらっしゃるわけなんで、そういう方はね、見てみるとやっぱりね、まだ僕のお伝えしたことをね、50% とか、60% ぐらいの吸収率で、止まってしまってるなっていうふうに感じたりもします。なのでこの辺っていうのはね、お伝えしてなかなかね難しいところもあるんですけれども、やっぱり簡単に言ってしまえば、売ってる人の真似をね 100% してしまえば当たり前ですけれども、その結果はねほぼ同じように出てくると、これは別に時間があるない関係なく、時間がある方であれば飛躍的に伸びますし、時間がない方であれば時間がない方なりにね、伸びてくるというような現象が起きてきますので、それがねなかなか、うまくいかないっていうふうにね、思われている方の場合は一度ね、自分のそのノイズっていうのを取り除いてみて、で、実際にじゃあ、クリアな状態にした状態で、できる人のことを真似していくというようなことをやっていくとですね、かなり結果は早いんじゃないかなっていうふうに思いますね。これは僕も、同じことが言えますね。僕自身もやっぱりいろいろなね、固定概念だったりとか過去に、経験してきた、情報ノイズがたくさんあるので、そういったものをですね、頭の中に入れて、何か新しいことに取り組んでね、やっていくとやっぱり先生が教えてくれたことをねそのまま、やらずに、自己流で行ってしまったりとか、そうすると結果っていうのはやっぱりおのずとついてきづらくなってしまうっていうことが言えると思うんですね。もともとね、そのノウハウ自体が良ければ、ある程度こう結果っていうのはもちろん出てくるわけなんですけれども、爆発的な結果が出づらくなってしまったりとか、自分の思ったような結果がなかなか出てこないっていうような現象が、当然起きてきてしまうので、僕もすごくそこら辺は気をつけて、やってるということですね。なので、なるべく自分の中の情報の、そういった、古いものでいらないものっていうのはどんどん消していくというようなマインドセットの持ち方ですね、そういうことをちょっと今勉強して、やらせていただいているということですね。なので、何をやるにしてもですね、自分自身の状態がゼロスタートになっていないとなかなかね、そこにプラスしていくときに、うまくね効果を出せない、出し切れない、っていうようなことが起きてきてしまうので、それってすごくね、もったいないと思うんですよね。そのもの自体はポテンシャルがものすごい高いものを勉強してたとしても、やっぱり
まあ、前にね、受け皿の自分の、情報の受け皿の話をしましたけれども、それと同じでやっぱり自分のね、そのノイズ的なものがね、たまりにたまってしまったところに、いいものを持ってきたとしても、それがね稼働する可能性っていうのが 20%、30% とか、それぐらいになってしまって、思ったように結果が出せないというようなことが、起きてしまうとすごくもったいないですので、まあ、ここら辺の部分ってね、僕もすごく気をつけなければ、いけない部分ですし、この情報を聞いていただいている方に、まあ、お伝えしたいっていうところはですね、常に自分の、位置を考えていただく、自分のマインドの位置ですね、そして成長するために無駄な、情報とか、思い込みとか刷り込みとか、そういったものはどん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 消していく作業をしていく必要があると、いうことですね。それをすることによって、まあ、飛躍的にね成長の幅を伸ばせると僕は、確信しております。はい。で、実際にですね、まあ、またちょっとご紹介になるんですけれども、まあ、僕のコンサル受けていただいて、234ですね、3ヶ月弱ですかね、3ヶ月弱の方、でですね、カメラ転売全くやったことない方なんですけれども、もう本当に初心者の方、初心者から始めた方でですね、今の段階でですね、30万弱ぐらいまでね、利益が上がっている方がいらっしゃいまして、その方なんかもねすごくねもう素直な方なんで、もうお伝えしたことをそのままねやっていただいているということですね。やっぱりそういう方はね見てると結果もやっぱり出やすいなっていうふうに思いますし、まあ、やっぱりね、まあ、情報のノイズが本当にね少ないなっていうふうに僕も感じてますね。ものすごく素直な方ですね。で、まあ、その方がね、OK してくださるようであれば、後ほど音声も撮っていきたいと思ってますので、ぜひ楽しみにしていただければな、というふうに思ってますね。で、また、明日、明後日ですかね、ちょっと、懇親会の方がありまして、最近ですね、そういった懇親会とか、人に会う機会が増えてますね。まあ、自然に増えちゃってる感じなんですけど、まあ、自分から別にね、まあ、出ていこうっていうふうに、率先して考えてるわけではないんですけど、なんとなく自然とね、そういう縁がありましてですね、参加させていただくご縁が、ありますので、まあ、そこでもですね、まあ、すごい学びになるんじゃないかなっていうふうに思いますし、楽しい機会が待ってるんじゃないかなと思うので、今からすごくワクワクしてます。ですので、ちょっとね、まあ、僕の中で、本当に考え方というか、心境がどん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 変わってきてまして、こういう発信をする際もですね、すごくですね、マインドについての話とかもね、結構やっていきたいなっていうふうに思ってますね。まあ、もちろんそのノウハウの話もね、すごく重要なんですけど、ノウハウの情報以上かもしれませんね。以上にすごく重要な部分が、マインドセットになってくるんじゃないかなと思います。まあ、マインドセットっていうとすごくね、難しい感じに聞こえるかもしれませんけど、そんな難しいことじゃなくてですね、自分自身の、まあ、行動をですね、最大化させるように自分自身のノイズを取っていくっていうことが、一番重要なことでですね、まあ、そうすると良質な情報っていうのがどんどん自分に舞い込んできて、それをただひたすらね、ただひたすらというか、まあ、やるだけっていうような感じになると、なので頑張っても頑張っても、結果が出ないとか、もう自分は必死に頑張ってやってるんだけど時間も使ってやってますと、だけども結果が出ないと、いうパターンの場合っていうのは、まあ、そもそもそのノウハウ自体が全然ダメなのか、それとも自分自身のノイズが溜まりすぎてしまって、そのノウハウ自体がね、100% 活かしきれてないか、この2つかなと僕は思ってますので、まあ、その辺をね、よく考えてみると、もちろんノウハウをね、疑ったりとか、これ本当に大丈夫かなっていうふうに考えることも大切なんですけど、僕はそればかりじゃないかなと思います。自分自身の受け皿の話もしましたけど、そこの部分がね、どうしようもない状態になっていったら、やっぱりね、どんなことを言われても行動できないとか、いろんなね、言い訳が出てきてしまって先に進めないとか、そういう状況が待ってますので、すごくね、本当にここって切っても切れないというか、
2つが重なってね、2つともいい状態のものがあって初めて爆発的な結果が出ると僕は思ってますので、すごくね、ここは軽視されてる方いらっしゃるかもしれませんけど、まあ僕のこの発信を聞いていただいてね、そういう方はおそらくいないと思いますけれども、もしそういう方が、一人でもいらっしゃるとすればですね、そこの部分っていうのはすごく大切な、部分になりますので、ぜひ、まあ軽視されてる場合は考え直していただければなと思いますし、そうだよねっていうふうに思っていらっしゃる方はですね、まあ、今後の発信を、まあ、ちょっと楽しみにしていただければなというふうに思っておりますということですね。まあ、今回はちょっとこの辺で、動画を終わりになります。まあ、近々ですね、まあ、近況なんかもお話しさせていただこうと思いますし、まあ、ちょこちょここうやって発信は続けていきたいと思いますので、ぜひですね、お時間あれば、ご覧いただければなというふうに思っております。はい。いつもありがとうございます。それでは、今回はこれで動画終わりになりますけれども、僕の方で無料のメルマガをやっておりまして、動画の下記説明欄にですね、メルマガ登録の URL 貼っておりますので、そちらから登録をぜひよろしくお願いします。で、チャンネル登録いただけますと、僕のですね、新着動画など漏れなく見ていただけますし、非常に僕も嬉しく思いますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いしますと。はい、いうことで、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メルマガ登録、チャンネル登録お願いします。情報発信系 YouTube チャンネルもよろしくお願いします。画面右上のボタン、もしくは動画下の説明欄の URL からご覧いただけます。これから情報発信を始めたいと思われている方、アフィリエイトにご興味がある方は、非常に参考にしていただける内容となっておりますので、ぜひそちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。